ダダーブはケニアの北東州にある町。ソマリアとの国境から西に約1 0 0トルの位置にある。遊牧民であるソマリ族がラクダやヤギを放牧する、どちらかというと不毛に近い土地である。ダダーブの地元住民は1万5000人ほどである。しかし、ソマリア内戦後の1991年からソマリア難民を受け入れるための世界最大のキャンプが設けられている。 受け入れ難民の数は2010年末時点で30万人近いと推定されている。ダダーブに近いケニアの都市は人口約6万人のガリッサであるが人口だけで言えばダダーブの方がかなり大きくなっている。難民キャンプの青空教室難民キャンプの集団墓地、ダダーブの周辺には国際連合難民高等弁務官事務所による難民キャンプが5つ設けられている。 町から南東方面に芳賀寺及びカンビオス、町の北方面にイホ、イホニー及びダガハレである。それぞれのキャンプと従来の町とは、それぞれ数キロメートル離して設置されている。1993年にガ賀寺、イホ、ダガハレが設けられ、当時の収容人数は、それぞれ4万3000、4万6000、4万5000である。その後、 難民の増加に伴って、イフォニオオびカンビオスが増設され、2011年までに現在の形になった。キャンプは UNHCR を中心とする、国連機関と30以上もの NGO を中心に運営されている。街の経済も難民に関するものが大きい。難民には、ソマリ族のほか、ソマリアに住んでいたバントゥー系民族などの少数民族もいる。 移住元は激戦地区のジュバ川流域が多く、上流のゲド州のほか、南部の都市キスマヨ、モガディッシュ、バルデラなどが含まれる。少数ではあるが、ソマリア以外からの難民も暮らす。キャンプの合計面積は50平方キロメートルほどで、あり、ダダーブの町から18キロメートル圏内にある。ダダーブのキャンプは設置当時9万人を想定して、 作られたが2009年時点で26万人、2013年時点で45万人に達した。ケニアが受け入れ制限を始めたため、新たな移民は減っている。なお、難民キャンプ街への移動には、ケニア政府の許可証が必要で、難民は自由には、キャンプに出入りできない。ラダ,ダーブは、町の名であると同時に、ラガデラ県の一地区名でもある。基本的には、 雨が少なく、干ばつとなることが多いが、2006年末の雨期には、洪水により、交通困難となっている。2015年4月2日、ケニア政府は、カリッサ大学におけるアルシャバ部襲撃事件を受けて、ダダーブの難民キャンプの3ヶ月以内の閉鎖を発表。2015年12月、ヨーロッパ連合は、ダダーブの難民キャンプからソマリアへの帰還を支援するため、 新たに5000万ユーロの基金を設立すると発表。ダダーブの滑走路ダダーブには飛行機用の仮設滑走路がある。空港コードは FV 海。ケニアの国道 A3 沿いにあり、この道路の西はガリッサ、東はリボイにつながっている。ダダーブから北西に向かう道路もあり、ハバスウェインにつながっている。ダダーブ難民キャンプの配給は、 国際連合世界食糧計画の委託を受けた国際ケア機構が行っている。配給は月に2回で、老女や妊婦、子供が優先される。配給される食料は小麦、トウモロコシ粉、豆、高タンパク質粉、油、塩などである。その他、コップや毛布、シート、水の容器、石鹸なども配給される。また、当初は、 滝木は難民たちの自給だったが、キャンプ街へ取りに行く際、地元住民との摩擦や、強盗やレープ被害が横行したことから、これも支給に切り替えられている。難民の増加から、2011年時点では新たに、到着した難民が食料を受け取れるまでには平均で12日、かかるようになっている。教員が不足しているものの、初等教育は、比較的充実している。 中等教育も実施されているが、進学率は低い。大学への進学事情は極めて悪く、大学入学資格試験に上位で合格しても難しい。ただし特例としてのチャンスが皆無ではない。ダダーブでは2009年2月から国境なき医師団が病院と4つの診療所を運営していた。ただし2015年5月、国境なき医師団は 治安の悪化を理由にダダーブの診療所を閉鎖。キャンプ設営当初は深刻な問題が山積みされていた。例えば1998年まではハンガーなど粗末な器具での打体が20件以上行われていた。これもヒーニングの配布などでかなり改善されている。2009年にはこれらの発生があった。リボイダダーブより東ソマリア国境付近にあるケニアの町。 ダダーブ難民キャンプの受け入れがこの町で行われる。ありがとうございます。